皆さんこんにちは、ジャッツ東名横浜店です。今回は多数カスタムが施された平成18年式走行距離7万キロのトヨタカムリ G リミテッドエディションを紹介していきます。北米を意識したカスタムがされており、こちらのバグガードやサイドマーカーが装着されています。ライトの点灯時はこんな感じです。アルミホイールはレイズブラックフリートシリーズの V625C19 インチを装着しています。足回りはエアフォースサスペンションのエアサスペンションが装着されています。その他カスタム点は屋根のカーボンラッピングやカーボンのミラーカバーですね、こちらの方を装着しています。サンルーフを装着した希少車になります。純正マフラーにマフラーカッターが装着されています。音はこんな感じです。入庫時には仕上げを行っており、外装はとても綺麗な状態になっております。特に大きな傷などもなく綺麗な外装です。足回りにこだわっています。それでは室内に行ってみます。室内はボムステッカーやムーン製のダッシュマットなどが装着されています。もちろん取り外すことも可能です。内装の状態は綺麗です。後部座席も使用感がなく綺麗な内装となっております。それではエンジンをかけていきます。7万キロの個体ともあり、エンジンの状態は良好です。カードが挿入されていません。 ETC も装着されています。カロッツリア製のナビがついています。バックギアに入れるとバックモニターが作動します。オーディオの機能はラジオはもちろん、地デジや Bluetooth オーディオ、 AUX など機能は充実しています。エアサスの操作はこちらのリモコンで簡単に行えます。サンルーフの動作も滑らかです。エンジンルーム内のオイル漏れなどは見られず、良好な状態となっております。車外のエアクリーナーを装着しているのと、ヘッドカバーをペイントされています。取扱説明書、メンテナンスノート、記録簿などの書類とメインキー、スペアキーなどが揃っています。買取直販車両のこちらのカムリ89万7千円と大変お買い得な金額となっておりますので、ぜひこの機会にお買い求めください。